はい、皆さんこんにちは、キキです。今回の動画は9月からフェル活のルールが変わるよというテーマでお話ししていきます。今年の初めの方からベルシアは激動のルール変更を重ねてきましたね。その変更に伴い、このチャンネルでは9月までのウェルシア戦略の動画や購入品紹介などたくさんの動画を上げさせていただきました。今回はそのまとめ動画という形ですね。いろいろなルール変更がありましたが、9月からは一旦ルールが落ち着くということで、今一度一緒に確認していきましょう。今回の目次はこちらです。 1. ウェル活の新ルールの詳細。 2. ワンオンポイントを貯めるために行っていること。この2点です。概要欄にタイムスタンプを載せておりますのでご活用ください。このチャンネルでは低収入でも幸せな暮らしを目指して3人の子育てをしながらの節約情報やお得な暮らしの発信をしているチャンネルです。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。まずはじめにウェル活の新ルールの詳細から解説していきます。ベルシアでは毎月20日にお客様感謝デーというものがあって、ポイントの価値が 1.5 倍になる素晴らしい日がありますよね。なので1万5000円分の買い物をしようとしたら、ポイントを1万円分だけ持っていれば全部買えてしまうということです。そしてそこに5月からワンオンポイントも入ってきて、ワンオンポイントでも同じようにお客様感謝デーで 1.5 倍分の価値が発揮できるようになりました。ここで1点注意点があります。アルファベットのワンオンポイントと電子マネーのワンオンポイントの2種類あることをご存知ですか？つい最近コメントでポイントの部分がカタカナのこちらのワンオンポイントに交換をしてしまったというコメントがありました。ウェル活で使えるのはポイントの部分がアルファベットのワンオンポイントのみです。イラストも若干首輪のところが違うので間違わないように注意してください。そして話を戻して、この5月から T ポイントはすでに V ポイントという名前に変わりました。そしてウェルシアでもワンオンポイントと V ポイント両方使えるようになり、毎月20日ではポイントが 1.5 倍になるということでした。しかし9月からは逆に V ポイントが使えなくなってワンオンポイント1本になるという秘宝が流れてきました。この情報を知った時、今年一番の秘宝だと思った方も多いのではないでしょうか。しかしウェル活ができなくなるということではないです。ウェル活ができていたから節約できていたという方、まだまだ希望はあります。なんとまだ V ポイントとワンオンポイントは等価交換が可能です。等価交換の仕方は詳しくはこちらの動画で詳しく説明していますが、この等価交換ができるのはいつまでか定かではないので、なるべく早くたくさん交換しておくことをお勧めします。注意点は、交換できる上限が決まっているということです。上限はなんと3万ポイントです。ポイ活をしている方は、毎月3万ポイント以上獲得する人も多いと思いますので、毎月ベルシアの日、20日に交換するということを覚えておくといいと思います。交換する際は、こちらの IO アプリが必要となってきますので、必ずダウンロードしておきましょう。はい。ではここまで聞くと、一切 V ポイントは使えなくてもうたまらないんじゃないのと思う方もいるかと思いますが、実はそうではないんです。ここの基本ポイントという欄にワンポイントは100円ごとに1ポイント貯まり続けるんですけれども、 V ポイントは9月以降は200円ごとに1ポイント貯まるんです。還元率は下がってしまいますが、引き続き両方貯まるということで、こちらは嬉しい情報ですよね。はい、次はですね、私がワンオンポイントを貯めるために行っていることを説明していきます。方法としては、まずポイントカードを提示して貯めるということです。ワンオンポイント加盟店というものがあり、イオンモールはもちろん、コンビニで言えばミニストップでも貯めることができます。またガソリンスタンドで言えばコスモ石油もワンオンポイントを貯めることができます。詳しい加盟店は概要欄に URL を載せておきますので、ご自身で普段行くお店があるかどうか調べてみるといいと思います。そして2つ目の方法は、各種イオンカードを発行してお買い物をするという方法です。イオンマークのクレジットカードやデビットカードで支払いをすると、イオングループの対象店舗では200円で2ポイント、対象店舗以外の利用では200円で1ポイントが貯まります。
対象店舗ではポイント還元率が上がるので、イオングループのお店をよく利用する方にはおすすめです。そして3つ目の方法は、電子マネー和音ポイントでお買い物をするということです。電子マネー和音を使ってお買い物をすると200円につき1ポイント貯まります。スーパーやコンビニでのお買い物で貯まるので、現金を使うよりもお得です。そしてより賢く貯めるために知っておくとお得な情報が3つあります。1つ目は、毎月5日、15日、25日の5のつく日はお客様ワクワクデーとなっており、電子マネー和音での支払いや会計時に提示する和音ポイントカードで貯まるポイント還元率が通常の2倍になります。そして2つ目は、毎月10日のありがとうデーにイオングループの加盟店でお買い物をすると貯まるポイントが通常の5倍になります。ポイント還元率は通常の5倍で 2.5%、 200円ごとになんと5ポイントも貯まります。そして3つ目は、有名な20日30日のお客様感謝デーでイオングループの対象店舗でのお買い物代金が 5% 割引になります。ポイントアップではありませんが、いつもより安い値段でお買い物ができるのでお得ですよね。そしてここからは、私がこの動画を作るにあたって初めて知った情報なのですが、アプリを連携して貯めるという方法もあります。スマート和音というアプリで歩くことで和音ポイントが貯まります。ただ8000歩で1和音ポイントということで、運動をしないという方は結構ハードなのかもしれません。ただ歩くだけで自動で貯まるということなので、運動好きな方にはいい方法だと思います。またリサイクルで貯めるという方法もあります。古雑誌や古新聞紙、ペットボトル、紙パック、アルミ缶をリサイクル品としてイオングループのリサイクル実施店舗に持っていくと、重さ本数に応じて和音ポイントが貯まります。対象店舗はほとんどのイオンが対応しており、我が家も調べてみたら一番近いイオンも設置されていました。例えばペットボトルは5本につき1和音ポイントがもらえて、紙パックは約10枚で1和音ポイントがもらえます。こう思うと結構貯まりそうですよね。我が家もイオンに行く予定があるときは持っていこうと考えています。と、ここまで和音ポイントを貯める一般的な方法をお伝えしました。次はですね、我が家がリアルで貯めている和音ポイントの方法を紹介していきたいと思います。我が家の場合はイオンにめったに行くことがなく、ウェルシアに限っても正直毎月ほぼ20回にしか行きません。でも結構私みたいな方も多いのではないでしょうか。行くとしても薬局帰りに子供にお菓子をせがまれたり、常備薬を買うというくらいですよね。結論、和音ポイントを貯めるために行っていることは、 V ポイントを貯めて10日交換をするという方法です。これは皆さんも行ってきた方法だと思います。しかしこれが我が家にとっても結局一番貯まる方法でした。 V ポイントを貯める方法で一番楽で効率的な方法は、 SBI 証券で新NISA を始めるということです。これを行うことによって資産形成も行えて、ポイントも自動で貯まります。我が家の場合は夫プラチナプリファードで毎月10万円の繰り返し積み立てをしていて、年間6万ポイント、妻私の場合はゴールドナンバーレスカードで毎月10万繰り返し積み立てをしていて、年間1万2千ポイント自動で獲得しています。10月以降は還元率の解約によって少しポイントは減ってしまいますが、それでも自動で V ポイントが貯まる方法はおすすめです。そして2つ目の方法は、ポイントサイトに登録してポイ活をするという方法です。私が愛用しているポイントサイトは3つあるのですが、1つ目で紹介した SBI 証券の解説に限ってはパピタスというポイントサイトを経由して行うのがかなり高還元でおすすめです。動画作成時の9月16日現在では過去最高の還元率更新で24,300ポイントももらうことができます。まだ解説していない方、本当羨ましいです。しかしハピタスから経由して SBI 証券を解説する場合、獲得条件に入金とあり、少々難しいのが現実です。しかししっかりポイントがもらえる手順を詳しく解説した動画を私が作っていますので、高還元で SBI 証券を解説したいという方はこの動画を見ながら解説してみてください。またいろいろ難しいことはしたくないという方は、ポールというポイントサイトであれば新規開設するだけで1万6000円分のポイントがもらえます。
こちらの3つのサイトに限っては、私は全て認定ユーザーとなっています。概要欄のリンクから登録をしていただくと、特別な特典がありますので、まだポイントサイトを登録していないよという方は、必要に応じてご使用ください。キキチャンネル。はい、いかがだったでしょうか。今回は今後のウェル活はこう変わるよという説明と、ワンポイントの貯め方について解説をしました。これからもウェル活を行っていきたいという方の何か一つでも参考になれば幸いです。はい、ここでちょっと余談なんですけども、最近我が家では夫とちょっとダイエットを始めました。久しぶりに体重計を買って体重を測ったら、今の体重計ってすごくてやや太めとか、こう BMI とか全部出てくるんですよね。で、久しぶりに乗ったから体重も結構増えてて、夫婦で結構やや太めという結果が出たので、ちょっと衝撃を受けて、あと夫婦で夜ランニングをしたり食事を改善するようにしました。なので今回のウェル活はちょっとダイエットを意識した食材や買って罪悪感のないものを買っていこうかなと思っています。また購入品の紹介も動画で行っていきたいと考えていますので、気になる方はぜひチャンネル登録をして待ってていただけると嬉しいです。やっぱ健康的に長生きしたいというのが一番なので、皆さんもやっぱ節約してお金貯まってもやっぱ健康じゃないと意味ないのでね、一緒に健康的に長生きできるように頑張っていきましょう。はい、ちょっと余談でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。